岸田首相が岸田派を解散する意向を固めた党内からは覚悟を決めたという評価する声が出る一方麻生派幹部は麻生さんは絶対に怒るとの声も首相が決断岸田派解散へ首相周辺首相の本気度示した岸田首相が岸田派を解散する方針を固めた解散についても検討している 政治の信頼回復に資するものであるならば考えなければならない首相この決断の理由についてある首相周辺は政治資金の問題で岸田派も立憲されることになったのでけじめをつけた別の周辺は信頼回復のために何をしなければいけないかを考えた結果派閥を解散して本気度を示すことにしたと解説している 党内から早速、さまざまな反応が出ている。党内から賛否、首相覚悟との評価、自分勝手、との批判も。現役閣僚の1人は、良いセンス。これで刷新本部は動く。別の閣僚経験者は、総理の覚悟の意思表示だ。中堅議員の1人も、覚悟を持って決めた。支持率が上がるのではなどと評価する声が出ている。 一方で政治刷新本部が来週に仲間取りまとめを行う中での打ち出しに突然すぎる刷新本部の議論が意味がなくなる安倍派中堅などの批判も次の焦点についてある幹事長経験者は他派閥がどう対応するかが気になると指摘したある二階派議員は二階派と安倍派は派閥を続けるなんて言える雰囲気ではなくなったと漏らした 安倍派幹部の1人も解散もも選択肢の1つだもう解散の流れになるかもしれない模擬派内からももう派閥をやめるしかないという声も出たこうした中多くの議員が気にしたのは麻生副総裁の反応だ岸田派解消の余波は麻生派幹部麻生さんは絶対に起こる麻生副総裁は派閥解消に慎重なスタンス 今回のの問題は、は派閥自体がが悪悪いいい、いでななく、ルールーを守らないことが悪いという考えだ。ある麻生派幹部は麻生氏は絶対に怒る岸田派で問題が起きたから総裁が岸田派を解散するなんて自分勝手でポピュリズムだと語ったまたある閣僚経験者は真面目にやっている派閥まで解散せざるを得なくなる 総裁としての決断の影響力が分かってないと厳しく批判党内からは岸田首相の覚悟を評価する声が出る一方でこれまで政権を支えてきた麻生副総裁との関係悪化を懸念する声も出ている岸田首相の決断は国民の信頼回復につながるのかあるいは自民党内にさらなる亀裂を生むのだろうか 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです。政治刷新本部の議論は何のためだったのか自民党の議員を巻き込んで政治と金であったり派閥のあり方であったりを議論している最中に岸田派が立件されることで岸田首相は岸田派の解散を発言したと考えられる。 政治刷新本部の結論が出る前の首相の発言は、自らの保身、政権延命のためなのだろうかという疑念も当然であろう。第一に、岸田首相は派閥離脱中のみで、その決断が実行されるのならば、責任逃れの偽装派閥離脱ではないかという声も上がる可能性がある。第二に派閥離脱しているとはいえ 実質的な派閥会長の一声で派閥解散も決まるというならば、やはり裏金作りに会長の責任は大きいという解釈もでき、岸田氏の責任は免れないという見方もある。第3に、安倍派の総会の前に岸田派だけ、抜け駆け、押して自民党内の異を作る意図もあるのだろうか。波紋を広げることは間違いがない。岸田首相が、 岸田派を解散する方針を固めたとさらっと報道していますが、岸田首相は岸田派から離脱し、昨年12月7日表明、無派閥だったはずです。なぜ自らが所属していない団体の解散を決められるのか、それとも昨年の派閥離脱表明自体が嘘だったのか、あるいは知らぬ間に復帰したのか。 岸田派の解散は一人の人物しかも部外者が決められる仕組みになっているのかメディアは一見サプライズな表明に浮き足立つことなくきちんと事実を確認すべきでしょうまた離脱したはずなのに岸田派岸田派と表記するのもおかしなことです 安倍氏暗殺で本人不在になった後も、安倍派、安倍派と表記しているのと同様、日本の政治報道にも問題があります。問題の本質はそこではないけど、思い切ったなとは思う。ただこの人が、検討、という言葉を使うと80%くらいは実行しないで終わるのでまだ信用ができないが、解散も検討とのことなので、実行することを祈る。 そして裏金問題に関わったすべての議員とそのリーダー存在たちが責任を受け止めるではなく責任を取っていただきたいだまされてはいけない問題の本質は派閥の是非や存続するか解散するかではない国民の錠剤として助成金を受け取り政策活動費も受け取りパーティー収入もちょろまかし企業団体献金まで受け取るどれだけ金を受け取れば気が済むのか 本当ににこんなな金が必要なのか、その金は本当に政治活動のみに使われているのか政治家の私利私欲のために流用されてはいないのかそれこそが問題の本質それを派閥をどうするかという部分に矮小化し派閥をなくせば問題解決です我々は反省しています と国民ををに巻いて幕引きを図り問題の根っこである政治家の錬金システムは極力温存させるつまり問題の本質にたどり着かないように派閥の解決でうまくごまかしたいそれが自民党の真の狙いであり国民世論を巧みに誘導するのが自民党の御用マスコミや提灯評論家の役割なのだどうせ国民なんてドリと同じで散歩歩けば忘れるさとなめられてはいけない 派閥、政策研究会等々の名称は別として人は集団になると群れてグループは再度できる。よってルールと罰則を厳格化することだ感じる。政治家は政策推進力が重要ゆえに集中して世直しに活性化に精を出してほしい。政治家が政治業を行うために必要資金は法規に定め十分な額を公費支給する方が良い。 ただし都道府県数からしても国会議員数を3割低減らすことを前提にしてはどうかいろいろ言われてますが派閥は解散した方が良いと思います派閥が本当に考えの違いや学習の場としてあるなら良いのですが問題の本質は派閥の権限なのです派閥に所属する議員が派閥に従わなければいけない 忖度しなければいけない状況がコンプライアンス議員活動選挙活動各後援会に波及してお金の扱いまで指南している状況がなくならなければ表立っての派閥がなくなっても本質は変わらないでしょう国民は選挙に行くしかないですが候補者になる前から派閥の権限でありきで次の議員を決めているわけですから 派閥の権限など関係ない候補者が出てくるはずがありません。派閥が選挙に介入する時点で公平性が失われてしまっているのですから。